あの広いエリアでどこをどう見たらよいのやらわからないという方向けの単調紹介です。できれば中飛やハヤブサが見れたら嬉しいです。甲高い動物の叫び声が聞こえました。夜が明けてきたので鹿探しは終わりです。武岩の下流に行ってみます。多分中飛だと思います。12月からは昼間にも見つけやすくなります。12月からは朝方本当に寒いですが、朝焼けの中の鳥たちはやっぱり見る価値があると思います。飛んでいく鳥たちを眺めていると何か変です。1羽だけ白鳥が混じったような群れです。噂になっていたらしい白眼のようです。西日本ではほとんど見られない珍しい眼です。足の中にオージュリンがいるような気配なので、タツキに寄り添ってじっとしていると、タゲリを見たい場合は高いところから双眼鏡で広く探したり、車が少ない農地の道路で休んでいると向こうから寄ってくることがあります。割と定番の堤防の上から中州を覗いてみるとどうでしょうか。あ、白いのがいます。白眼です。白眼は多分1羽なので結構広い範囲を移動してるようです。足腹周りに中飛類が見当たらないときはノスリやハヤブサがいるかどうか木や電柱を見て回るのもいいですね。なかなか猛禽がいないですね。少し上流の方に上がっていたので、灘橋、赤い橋の方に戻ってみます。
この池と覗き穴の場所も無料で自由に入れます。夏場は鳥があまりいないですが、冬場は一応軽く覗いてみるのもいいのではないでしょうか。ワンは黒い大判のようには数が多くないし、警戒心が強くてすぐに逃げてしまいます。覗き穴からは観察しやすくていいですよ。お気に入りの鳥はいたでしょうか。個人的に今回一番可愛かったのはこの人かなと思います。